はい、どうも、こちゃんです。今回はこちらね、告知が来てると思うんですけど、スゴフェスと、まあ、超進化2つね、来てます。こちらについてお話ししていきたいと思います。まずね、スゴフェスが3月31からということで、今日木曜日に撮ってるんですけど、明日開催ということですね。31日からなので、1日からキャラ合成の方も来るので、まあ、できればキャラ合成終わって僕ボックスが開いた後にね、スゴフェスやれたら一番良かったんだけど、まあしょうがないね。で、これがまあいろいろ書いてあるんですけど、まあ稀にレベルと視察レベルがマックスの状態で配布されるということで、視察レベルマックスはでかいよね。でも多分上げ幅が多分少ないと思われます、俺の予想だけどね。まああくまで予想なんでわかんないですけど、多分上げ幅3とかじゃないかな、キザルみたいな感じじゃないかな。じゃないとだって視察も実装されるまでずっと使えないからね。だって遅延でターン遅かったらさ、意味ないわけじゃん。まあコロシアムとかだったらまあいいのかもしれないけど、特訓の森とかともう全く使い物にならないような感じになっちゃうよね。例えばゴールデンパウンドだって初期15ターンだっけ、だよね。15ターンで3ターン遅延だったら正直ちょっときつくないっていう感じで、多分ちょっと重いとねきついんで、多分そんなに上げ幅が大きくなくて、万能殺門でも上げれるし、上げれたらまあスキル前になるぐらいのレベルだと思うので、多分差上げとかじゃないかな、わかんない、間違ったらごめん。でも3上げぐらいだと思います、個人的には。で、ウソップは、技属性、ウソランドって書いてますね。で、進化するとゴッドソップになるのかな。で、4月1日にエイプリルフールっていう噂があるんだけども、4月1日のイベントって、この超進化キャラ登場、これしかないんだよね。エイプリルフールの嘘であるっていうのは、これでしかないんだよね、多分ね。これでも嘘にならないでしょ、多分。で、だって超進化するとどうなるかっていうのも公式サイトでもう情報が出ちゃってるので、これで超進化は嘘で、出した情報も全部嘘ですよってことは多分ないと思うんだよね。だからね、ちょっと難しいな。でもこれ嘘だとしたら超進化は多分クロコダイルかエースになるよね。ただ今のところスロット5個のキャラしか調子が来てないんで、そんなのとエースかな。エースって5個だよね、確か。持ってないからちょっと合ってるか分かんないけど。まあエースになる確率が高いかなって思います。ただエイプリルフールとは思えないな。俺ね、実際超進化はエイプリルフールだなと思ってたんですよ。だっていきなりスゴフェスで出ていきなり超進化って今までなかったし、ちょっとぶっ飛びすぎじゃないと思ってて、嘘かなと思ったんだけど、もうなんかね、データまでも完全に出ちゃってるんで、公式で出ちゃってるんで、それだったら嘘じゃないかなって思って、ちょっと考え改めたんですけど。だから今回エイプリルフールないのかな。去年とかは確か、ニセ麦わらの一味とかだったっけ。で、その前が確か決戦ウソップのアルティメイトだけど、超簡単って言ってたでしょ。他なんかあるだって。まあ、ここぐらいあるとしたら。新特訓の森花、この伝説級の嘘つき2度目、もうこれぐらいしかなくない、だってこれ多分アルティメイトとかなんだけど実際超簡単ですよみたいな、それぐらいしかない気がするんだよね。で、船の効果ももう1週間ぐらいしかないんだよね。1日から9日までなんで、たったの9日間ぐらいしかもう船の効力がまあ変更されて書いてるので多分下がるんだろうねっていう感じなので、9日間ぐらいしか使えないので、どんな船になるかもわかんないしね。めちゃくちゃ強いのかな、どうなのかな。でも多分これエイプリルフール的な感じするよね。超簡単でしたみたいな、誰でもゲットできますよみたいな感じになりそうだけどね。どうかな、うん、このぐらいかなと思います。だからこっちに関してはエイプリルフール全くなしっていう予想でございます。ちょっと蓋開けてみないと分かんないけどね。はい、で、漢字の評価を今からしていきたいんですけど、じゃあ公式の方に行きます。はい、これ公式かな、公式じゃないのかな、どうなのかなこれ公式ちょっと分かんないや。はい、これもう情報出てるんで、まあ、この辺はいいとして、はい、進化前能力スロット数3、スロット数3なの進化前で、進化後で5になるの、2個も増えんの。今までスゴフェス限定キャラでいなかったよね、3から5になるキャラは。大抵4からだったよね。3からなんだ、珍しいね。で、射撃タイプだけっていう感じですね。タイプ2は今まで通りなしっていう感じですね。で、まあ、進化前はまあ特にいいとして、じゃあ進化後、はい、見ていきたいと思います。能力スロット数5。また5か。やっぱ超進化5なのかな。今回も5じゃん。で、こいつもやっぱ超進化したし。だから5の縛りが未だにある感じはしますけどね。最大ステータスね。はい、体力3141。攻撃1291。回復441。ステータスに関してはもう文句の言いようがないですね。だって今まで特攻ソップだとか、ゴールデンパウンドとか使ってたんだったらもうこれだいぶありがたいよね。体力3000はいいよね。でかいと思います。はい、そして必殺技、第3段階で
トリクルで初となる5ターンものチェーン効果を実現し、チェーン係数増加、ネルボイ力もアップ、発動が早い1段階でも敵全体の3ターンのチェーンが可能だということで、3段階あるんだね。第1段階がいくらとかは出てないのか。出てないね。でも1段階でチェーンが3ターンらしいので、2段階で4ターンなのかな、2段階で5ターンなのかな。だけどもチェーン係数がアップしないとか、そういう感じなのかな。ちょっと第1段階ではまだ3ターンのチェーンが可能だって書いてあるんですけど、第2段階がどうとかって書いてないのでちょっと読み取りにくいんですけど、多分第1段階は今まで通り、まあ、10ターン発動、ゴールデンパウンドに合わせた10ターン発動が、まあ、濃厚かなって思います。まあ、仮にこれ第1段階10ターン発動だったとしても、ステータスカップしただけでだいぶでかいし、スロット数も5なんで、パウンドだって2でしょ。だいぶそれだけでもプラスですよね。で、例えば森とかって3個4個連続ぐらいで遅延無効なのにもかかわらず、その後で遅延ないとちょっときついステージみたいなのがあるじゃないですか。そういうとこにいいよね。第3段階あるんで5ターンで遅延されるっていうのは、だいぶ森に関してはだいぶね、これ使いやすいキャラじゃないかなって思います。で、チェーン係数も地味に上がるのいいね。地味にね。まあ、レイリーとはちょっと相性良くないかもしれないけど、まあいいんじゃない。はい。で、船長効果、これが一番ちょっと難しそうな感じですかね。一味の普通に出てくるスロットですね。普通に出てくる7つのスロットがユリスロット扱い。だから普通に過ごしていれば必ずスロットが揃うよって感じかな。多分そうだよね。レーンに行く含んでるもんね。そうだよね。まあ G スロとか、まああとはお邪魔スロットとか、まあ敵がなんか変えたりとか、自分で一冊当てて変えたりとかしない限りは、普通に出るスロットだったら全部ユリスロット扱いになるという感じで、体力 50% 以下の時、1の5位が 1.5 倍、30% 以下の時、1.75 倍なので、体力マックスとか、まあ、51% 以上だと、まあ、割とかかんないっていう感じになっちゃうんだよね。だからそれがちょっとね、難しいね。ただ今後、例えば、まあ、射撃タイプの攻撃 1.75 倍、プラス、遅延中の敵に当たるダメージ 1.5 倍みたいな。まあ、イカロスムヒ、そんな感じだったっけ？どんな感じだったっけ？イカロスムヒって。ちょっと今見ます。イカロスムヒなんかそんな感じじゃなかったっけ？遅延中プラスなんか倍率アップじゃなかったっけ？強靭タイプだったっけ？これは。50% 減らして、遅延中の敵に当たるダメージが 1.5 倍の強靭 1.75 だったよね？確か。あ、スロットか。あ、スロットか。強靭のスロットが 1.75 か。まあそれと似たような感じで出てきてくれたら、まあ倍率もある程度はなんとかなるかなって思います。まあ 1.75 であると、仮定した場合は、例えば 1.5 倍だったとすると、まあ、チェーン中の与えるダメージ 1.5 倍だったとすると 2.7 倍くらいになるので、まあ、割かし十分な倍率にはなります。だから、モモンが一人連れてくだけで、まあ、さささ使ってるターン、まあ、モモンガの場合2ターンだったかな。2ターン 1.5 倍かかるんで、まあ、2.7 倍で戦えるっていう感じになるんだけど、3割以下にしとかなきゃいけないのが、ちょっと微妙かな。ただし、まあ、エースがね、必ず3倍になるので、フレンドでエース買った場合ね。まあ、それはでかいかな。で、エースで体力減らせるので、30% 以下にできるので、まあ、エースは、わりかし相性がいいんじゃないかな。スロットも必ず揃うし、で、固定も、まあ、固定関係ねえか。必ず揃うからね。関係ないけど、まあ、体力が減った時の船長効果の倍率が上がるんですけど、まあ、エースの殺技は、体力減らせるんで、まあ、だいぶその辺はいいんじゃないかな。だから、あとはほんと射撃の、まあ、ワールドが2倍っていう、すごい強力なキャラいるので、で、しかも体力減らしてくれるし、っていうキャラがいるので、スロットエンハンスか。スロットエンハンスプラス、遅延中に当たるダメージが 1.5 倍。1.5、1.75 エンハンスが出れば、割かしありじゃないかなって思ってます。割かし。で、射撃で組み合わせたいんで、まあこれ一味って書いてあるんで、まあそこがね、これが、まあ射撃だったら、まあ射撃でもうちょっと倍率が上がるとかね、言うんだったらもっと良かったかなって思います。はい。そして、超進化後。これから超進化ですね。まあ、これ、ほんと来ちゃったんだね。で、ステータスに関しては、プラス300、体力300の攻撃がプラス50ぐらい。で、回復もプラス40。だちょっとずつ上がったような感じですかね。で、スロット数は同じ5個。で、こちらのスタート技が、もうだいぶ変わってて、HP 10% 減らして、もう全部無視です。もう状態上とかもうなんか無効状態無視して1ターン遅延。で、そうじゃない時は3ターン遅延。遅延無効のキャラでも1ターンは遅延できる。ただし1ターンなんだよね。完全無視の3ターン遅延じゃなくて1ターン遅延。そこなんだよね。まあ、なしではないとは思うんだけど、ちょっとね、これ、1ターン遅延かっていう感じなんだよね。だからだって割り込みとかもかかっちゃうわけなんで、ちょっとね、そこがね。ただ、その遅延状態の敵に当たるダメージを上げれるなキャラ。に関しては多分これ効くんだよね。モネじゃないわ。モモンガの方がいいかな。モモンガだと 1.5 倍とかだよね。なので、モモンガは、まあ使えることになるよね。
ウソップとセットで。リターンチェーンなので、モモガルリターンエンハンスとちょうどいいって感じですかね。で、あと、船長効果もまたね、もう新しいですね。船長効果は、先制行動後に敵ターンを1増やし、で、あとは全部一緒です。射撃タイプになって全部一緒かな？だよね。っていう感じでございます。繊維効果は同じだね。擬音を完全回復。だこっちは、一旦遅延が入るんだけども、これ状態上無効の場合は多分入らないんだよね。先制行動後に1増やすので、先制でだって状態上無効があったとしたら多分そこは入んないよね。だこれ非常に難しい。だからね、なんかこの船長効果が、このひさささと合ってないんだよね、超進化。だったら船長効果の方も無視して一旦遅延にしてほしかった。じゃなかったらこいつ入れる意味正直ないじゃん。船長としてはね。船長の話ね。だマッチしてないんだよね、ここがね。せっかく船長としてなんかこの新しい感じ出してるのに、多分こっちは使わないよね。使うとしたら多分、こっち。超進化しない方のゴッドウソップの船長効果の方が使えるかなーって思ってます。ちょっとなー、これなんとかなんないかな、これ。これなんとかなんないかな、本当にもう、どうしようもないな、これ。あと、細かい話ですけど、ゴッドウソップの件で話すると、例えばこいつを船長としてさっきね、まあまあ使えるんじゃないっていう風に言ったと思うんですけど、例えばこれ4ターンの間、チェーンケースプラス 0.3 されるんで、多分、キザルと被らせれないんだよね。だから、攻撃力を、が低いから、もっともっと上げていきたいんで、例えばチェーンケースの部分とかね、ハンコックで上げるとか、ケースハンコックで上げるとか。いうことがしたいんだけども、これプラス 0.3 あるんで、なかなかアップできない。ハンコックとも被っちゃう。まあハンコックが多分優先されると思うんだけど、でも被っちゃう。っていうところとかがちょっと使いにくいかなと思ったんですけど、まあ属性相性を大きくするような射撃のキャラ、いたっけ今。ちょっと思いつかないけど、いればね、それもそれでだいぶいいと思うし。遅延のキャラが、まあ船長に含んでるんで、船員一人増やせると考えれば、まあ火力で、まあ低いけど、使いにくいけど、攻略もすごい困るってことは正直ないとは思います。まあ今後に期待だね。今後ね、さっき言った通り、スロットエンハンスと遅延状態の敵に当たるダメージが大きくなるような、セットで出すようなキャラが出てきてくれたらだいぶいいんじゃないかなって思います。超進化に関しては、もうさっき言った通りちょっとね、これは、俺は微妙だと思います。まあ必殺技ここなんだよね。ここをどう評価するかによると思うんですけど、だってこいつをわざわざ使うとき、で遅延無効と状態異常無効の効果を無視して一旦遅延したい時ですよね。じゃなかったらだって特攻ソップとこの5ターン遅延を持っとけばいいわけじゃないですか。こっち 10% 減らすっていう効果がまあついてるんですけど、もしねこの遅延無効を無視できるっていう効果がいらないと仮定したらね、仮定したらすげえバイクのと音入ってたらごめん、何の話したっけ忘れちゃって、そう、だから、まあ、無視して、一旦遅延したいっていうのを除いたとしたら、特攻ソップと、まあ、このさっきの、この後藤ソップの使い分けでいいわけなので、これが必要なくなる。これが必要な時っていうのは、遅延無効の時でも遅延をしたいっていう時なので、だからその必要性があるかどうかっていうところが最大の論点だと思うんですよね。もちろん特攻ソップでこっちの方が強いよ。もちろん強いんだけど、いるっていう話なんですよ。わざわざウソップ当てに行って、で、当たった時に超進化させるっていう話なんですよ。だって特攻ソフト被ってんだから、効果が。大体。またね、ここ俺過激に言うとなんかちょっとね、あいつ分かってねえなとかって言われそうだけど、俺はそうと思うんですよ。特攻ソフト被ってるんでいらないでしょっていう話なんですよ。で、遅延無効の時の一旦遅延って、俺いらないと思うんだよね。確かにモモンガがかかって 1.5 倍が余計にね、プラスができるんですけど、モモンガ使うこともないでしょ。だって皆さんほぼ遅延無効のキャラで困ったことあるけど攻略できなかったことあります皆さん。でそれが例えば一旦遅延がついてればああ勝てたなって思ったことあります。俺ないんだよね。遅延無効で遅延ができないんだったら例えばアルビダで防御力上げてまあ火ダメを抑えるとか、まああとは逆に火力を上げてワンパンするとか、そういう方向で俺は今まで攻略してたので、というかまあ攻略方法はそれしかなかったんで、まあ、新しい攻略の幅が広がるって思えれば、まあ、それはいいんですけど、なんかね、俺はちょっと、これ微妙かなと思いました。まあ、これ無視して3ターン遅延とかだったら、まあいいかなと思ったんですけど、だから俺はね、ゴッドウソップ一択だと思いますよ。俺はね。まあ、特攻ソップ持ってないとか言ったら、またちょっと話変わってくるかなと思うんですけど、まあ、あとは、まあ、その第3段階のスキル間のターン数によりますね。だからこっちが異常に速いとかね。言うんだったらね、これが例えば10ターンで打てるとかだったら、まあ考えてもいいかな。10ターンで割合プラス、まあ3ターン遅延が入ってんだったら、まあ
だいぶ強いとは思うんだけど、こっちもでもそんなに遅くなさそうなんだよね。まあでもとりあえず10ターンで3ターンチェーンなので、パウンドかねってなると5ターンチェーンだったとしたら最低でも2プラスなんだよね。最低で12ターン発動でチェーン係数が上がってるんで13、14ぐらいになってくると思うんだよね。13、14ぐらいかな、どうかな、まあ、10ターンで3なんで、12で5になるわけでもないと思うからな、14かな予想は。14ターン発動、13だったら最高だね、12だったらバケモンですねっていう感じで、14以下だったらこっちでいいと思いますよ。やっぱ5ターンチェーンはだいぶでかいしね、もうほぼだって勝負決まっちゃうでしょ、遅延がかかる時点で。だから今後ウソップの対策として遅延無効がめっちゃ増えて、まあこっちの超進化ウソップが優遇されるような時代になったとしたらこっちでもいいかなと思うんですけど、今の段階ね、あくまで今の段階で言うと超進化はないです、俺の中では全くない。もう絶対ね、ゴッドソップです。俺ゲットしたらゴッドソップ絶対。超進化するメリットを逆に教えてほしいですねそれぐらいちょっとメリットが見つからないですね、俺的には。まあステータスが強いぐらいじゃない、だってスロットも同じだし、ゴッドソップ推しですね俺は完全に。うん、まあ多分超進化の方はどっちかっていうと初心者向けかな、どっちかっていうと。まあその使いやすさで言ったら多分こっちだと思うんですよね。もう完全無視して一旦遅延できるんで、内容に関してはそのゴッドソップの方がシンプルなのでこっちの方が使いやすそうかなって思うんですけど、まあ遅延無効を無視できるんで、でしかも 10% 減らせるし、使いやすさで言ったら多分こっちの方が使いやすいんじゃないかな。だからこっちが初心者向けで、まあこっちが多分上級者向け、まあ3段階で分けられるし、まあちょっと使い方難しいかなって思うので、こっちがまあ上級者向けだと思うので、まあトリクル長くやってる方とかね、まあだったら、まあトリクル長くやってる方だったらまあ多分特攻ソップ持ってるだろうし、だったらこっちでいいと思います。うん、こっちはトリクル長くやってる方用のキャラだと個人的には思ってます。初心者にでもスカルを落とさせるのは辛いけどね運営さん逆でしょと思うんだよね運営さん逆じゃないですか、どうですか。俺逆だと思いますよ。俺が上だったら逆にしてるね。ステータスももちろん逆にしてる。ちょっとな、上さんその辺考えてくれるとよかったかなって思います。まあ、あくまで俺の意見なのでね。俺がね、正解なわけでもないのでね。人によって意見は違うと思いますし。はい、ということで、叩かれそうなのでそろそろやめておきたいと思います。いや、叩かれそうって言うのもあんまり今まで叩かれたことないけどね。ありがたいことはランチが少ないのでね。皆さんに共感していただいてる証拠なのかな、ちょっとわかんないですけど、もうそろそろね、ちょっと怪奇な発言やめようと思います。俺もメンタルあんまり強い方じゃないんでね。ということで、この動画、よかったらグッド評価お願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで、以上、超進化のお話と、スゴ S のお話でございました。ごちゃます。